いらっしゃいませ。お兄とスーパーなんてマジウケる。いつぶりだろうね。保護者同伴ってやつだ。それそれ。冷凍庫のアイス3日前から底尽きててイライラしてたんだ。そういうのマジで無理。てか友達に見られたらどうすんの。いいだろ別に、兄って言えば。それが嫌だから言ってんの。やば、めっちゃ安いんだけど。まとめ買いのチャンスじゃん。 NO! え、ダメだダメだ、今日は一箱だけにしてくれ。あ、卵一パック98円。サチ、お前も協力しろ。それと牛乳は買いだ。火曜はなぜか13円安い。嘘でしょ、なんと10円。鬼、これ10個買おう。もやしは足が速い、一袋で十分。あ、大収穫。カゴの奥に忍ばせるとか、レジ通すまで気づかなかった。だってお腹空いて倒れそう。よく言う。てかさ、お兄っていつもこんなことやってんの。困ったらエリカちゃん頼れば済むんだし、ケチケチしないで楽に生きればいいじゃん。そういうわけにいくか。毎月余った分は返してる。マジ？お兄にも一個あげる。え、うまいな。一度あったよね、クリスマスの日、弟お母仕事でさ、二人で料理作って待ってよって買い物行ったの。あったっけ。